これ今、動画撮影してるのが7月13日で、シーズン終わるのが明日14日なので、まあ最終、実質最終日。相手アメリカのミキ・ヘイルさん、レッツ1800。まあ今日、この7月13日月曜日に、まあ任天堂の社長の岩田さんがまあお亡くなりになったっていうニュースがあって、まあちょっとゲームプレイヤーとか、ゲーム開発者界隈で悲しみが広がっていますが、まあ彼が作ってくれた、まあこの DS だったり、まあマリオとかカービィとか、そういうゲーム、楽しんで、やっていきたいですね。はい、今回の対戦相手が、レイジュ・ランドロス、ティシン・ボルトロス、ヒードラン、クレセリア、ガルーラ、なんだっけ、このトゲトゲの、御三家の草タイプの、ブリガロン、そう、ブリガロン。スパイクシールドじゃなくて、ニードルガードで物理技を受けない、まあ、守るの特殊バージョンみたいな技を持ってる可能性があるポケモン。リザーブの活躍できるかどうか。あんまりリザーブの仕事ないと見た。ドラクエのプレイ動画も上げていて、そっちの方で行ったんですけど、動画のレイアウトをもう少し画質よくできそうなんで、そろそろ変えると思います。あと、まあこれとは別に新しいポケモン用の動画レイアウトも用意してるんで。うわ、なんかすげえ色出てきたぞ。なんだこれ、ブリガルの色違いってこんなのなのか。相手のランドロスの威嚇が先に発動。ハイパーボイス。海外だと陽気ハチマキランドロスがいるから、もしかしたらこれ陽気かもしれないけど、まあ多分ランドロスこだわってるでしょう。こっちのランドロスは秒速以上だし。ヒートラン。おーい、急所やめろや。おーい、もうクソだな。水が守る。
ヒドランさえなければヒドラン倒せます。あと、シカの身持ってなければ。いや、アナベルの方が正解だったかな。ただ、ヒドラの翼関係わかんないからな。ひるむなよ、ひるむなよ、ひるむなよ。おーい、もう。うん、ヒードラとパパ。相手のランドレスはほぼ確実にこだわってるので。相手多分こっちのワンローズもこだわってると思ってたんじゃないかな。誰だ、グレパンが一番きつい。ブリガロンも出てくる。あいつのガルーダの手探りでヒドランが死ぬかどうかだけども、ガルーダがメガ進化猫魂をニンフィアに、というのが熱風が決まる。おい、当てろよ。で、ここ相手のブリガロンが速いか、もしくは下り使うとか持ってるかなんだけど、もし速かったらミンフィアとヒドラン両方殺される可能性があるが、両方当てる。きつい。ケタブリ。耐えた。で、相手のガルーダが素早く速いかどうか。ガルーダ、ランドレスに交代すると思うんだけどな。フィーチ来ないと思う。動いてきた。フェイントボールのかい、こいつ。
ただ熱風が決まって両方ノックアウト。相手のランドレスはこだわってるはずだから自信は打てないはず。多分言わないでこだわってくるはず。なので追い風を決めたい。追い風決めればヒルミも怖くなくなるし、サンダーには直接ランドレスへの打点がないから追い風決めるのが一番確実。追い風決まったので、ヒートラーは熱風、サンダーは独特かな。大変ありがとうございました。